朝の時間の使い方が重要である。そんなことは常識だ。本書ではもう一歩話を進めた夜の時間の使い方が書かれている。新しい夜時間を使って人生を大きく変える夜の習慣を手に入れていこう。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルの武見でございます。今回は後藤隼人さんの結果を出し続ける人が夜やることを解説していきたいと思います。最初に言っておくと、この本には様々な夜にやるべきワークが書かれているんですが、おそらくほとんどの人にとってこれはいいなというものに出会えるはずでございます。全てをこの動画で取り上げることはできませんので、この動画を見ることでこの本いいなと思っていただけましたら、ぜひ一度手に取って読んでみることをお勧めいたします。さて、皆さんの中には次のようなセリフを聞いたことがある人がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。朝の時間の使い方が人生を決める。午前中は最も効率よく仕事ができる脳のゴールデンタイムである。このように朝の重要性を解説する本は巷に多く溢れています。しかし、著者が朝の重要性について語ると次のような意見をもらうそうです。朝が大事なことは分かったよと、ただ寝起きが悪くてなかなか実践できないとか、朝より夜の方が集中できるような気がする、夜型人間は不利ではないかなど、さらには最近夜に自由な時間が増えた、朝のように時間を有効活用できないかなど、このような意見をもらうそうです。皆さんはいかがでしょうか。確かに朝が得意な人もいれば夜が得意な人もいるでしょう。体内時計によって朝型夜型が決まるという研究結果も英国の研究チームにより発表されております。また新型コロナウイルスの世界的大流行により、感染防止のため在宅ワークが増え、帰宅時間がより一層早まり、夜の過ごし方、時間の使い方が大きく変わりました。この新しく生まれた夜時間をどのように過ごすか、それがこれからの人生を形作ることは明らかですよね。著者曰く、振り返って考えてみれば、これまで出会うことのできたいわゆる成功者と言われている人々は、結果を出し続けている人々は夜だからできること、あえて夜にすることなどをそれぞれ持っていて、夜の時間を上手に活用されていたそうです。こうしたことから夜時間の重要性を改めて感じるとともに、より効果的な夜の活用法をお伝えしたいと思い、著者は本書を出筆されたそうです。本書には成功者と呼ばれる一流の人たちの夜の過ごし方、そして著者がセミナーなどでお伝えしている夜の時間の使い方の中から多くの人が実践し結果を出していることが厳選されて紹介されております。1分から5分ほどでできてしまうワークもたくさんありますので、できることから夜の過ごし方として取り入れてほしいと思うんです。もちろん紹介している全てを一気に実行する必要はありません。無理せずできるところから始めて徐々に増やし、必要な時に必要なワークを送ってください。必ずあなたの夜の時間を変える素晴らしいワークに本書で出会えるはずでございます。ぜひ本書をきっかけに一緒に夜の時間の使い方を見直していこうではありませんか。それでは本日のお品書きは次の通りです。1限で最高の自分に生まれ変わる夜のワークを、2限で人との関係が劇的に良くなる夜のワークを、3限で心を元気にする夜のワークについて解説していきたいと思います。それでは早速1限の最高の自分に生まれ変わる夜のワークについて解説をスタートしていきましょうか。さて、この1限では最高の自分に生まれ変わる夜のワークをね、紹介していきましょう。全てを覚えておく必要はありませんので、何かこれいいなと思うものはないかなとね、探しながら聞き進めていってください。ここでは3つ紹介したいと思います。最高の自分に生まれ変わる夜のワーク1、ただいまと言ってから家に入る、2、うまくいかなかった日はリセットをする、3、怒りの感情を手放してしまう。さて、それぞれ具体的に解説していきましょうか。まずは1つ目のただいまと言ってから家に入るについてですが、まず紹介したいのが、仕事が終わって帰宅をするときにただいまと言ってから家に入るというね、すごいシンプルな習慣でございます。あまりにもシンプルすぎて、おいおい、それに一体何の意味があるんだよと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、もう少し話を聞いてください。
あなたは家に入るときにただいまと言っているでしょうか？家族がいる人は当然言っていると思うんですが、一人暮らしだったり家族が留守をしているときは言わないという人も多いのではないでしょうか？ただいまはただいま戻りましたとね、家にいる人に伝えるための言葉ですが、全く別の役割も持っています。一つ目は今日一日頑張った自分に対してのご苦労様というねぎらいでございます。自分に対する言葉がけを心理学ではセルフトークと言います。ただいまという言葉を発することによって自分をねぎらうとともに自分が頑張ったことを認識するんです。これはとても大切なことでございます。2つ目は脳や心、体を家モードに切り替えるスイッチとしての役割でございます。家に帰ってきたことを言葉にして自分に伝えることで、誰にも見られない本当の意味でのプライベート時間、リラックスタイムの始まりだと自分の脳や心や体に認識させることができるんです。ただいまという言葉で脳や心にリラックスしてもいいんだよと伝えているんです。仕事をしているとき、私たちは最大限頑張ってパフォーマンスを発揮しようと頑張っています。切り替えをきちんとしてオフの状態を作ってあげないと、脳も心も体も疲れ果ててしまいます。いつかパンクしてしまうでしょう。ところが多くの人はその切り替えが上手にできておらず、家に帰ってきてからもその状態が続き、翌日まで引きずっているように感じるんです。あまりにも疲れすぎて家に帰ってきてからもテンションが高いままの自分に困ってしまったということはありませんか？ベッドに入っても仕事のことばかり考えてしまい、眠れないという人もいるかと思います。こういう人は交感神経が優位に働きすぎております。しかし日頃からただいまをスイッチにしておけば、その言葉を口にすることで脳や心も体もオフの状態に入っていいんだと理解できますので、どんなに大変だった日でもきちんと休んで癒す働きを行い、こうした事態を起こさずに済みます。実際にこの習慣がつくと、ただいまという言葉とともにプライベートタイムの幕が開けたという心理的作用が働いて、脳や心、体がリラックスして力みが抜けるんです。そして一日の疲れを癒し始めます。夜時間はリラックスして翌日のパフォーマンスを上げるために力を貯める時間でもあるんです。日中のオンの時間との切り替えをしっかりとつけることが何より大切なんです。オフの時間を意識して作り出すことで、オンの時間に最高のパフォーマンスを発揮することができます。ただいまということによってリラックスタイムをスタートさせようではありませんか。ただいまということでもう仕事の時間ではない、家に着いたリラックスタイムなんだということを脳に伝えてあげてほしいんです。それでは次、最高の自分に生まれ変わるためのワークの2つ目、うまくいかなかった日はリセットするについて解説していきたいと思います。さてね、私たちはみんな生きてれば絶対にうまくいかない日というのは訪れてしまいます。仕事でミスをしてしまったとか、上司に怒られてしまったとか、取引先に迷惑をかけてしまったとか、必ず誰にでもうまくいかなかった日というのは訪れます。しかしそこで大事なのは、明日にそれを引きずらないということでございますよ。今日がどんな一日であったとしても、明日は必ず数時間後にやってきます。明日も残念な日にしてしまっては、それこそ目も当てられません。結果を出している人はどんなに残念な日を送っても絶対に翌日に引きずらないということを徹底しております。その日のマイナスはその日のうちに必ずリセットしておくということでございます。では著者がおすすめしているマイナスをリセットする方法についてお伝えしましょう。まず家に帰ったらリラックスできる服装に着替えてください。続いて落ち着ける場所に腰を下ろしてください。次に今日の一日を振り返ります。そしてマイナスをリセットするため、なぜそのような残念なシチュエーションが起きてしまったのかを考えてください。原因が分かったらどう行動すれば良い結果になったのかと解決策を考えるんです。解決策が見つかったら良い結果に導く行動をシミュレーションします。頭の中で今回の反省を生かして行動を起こし、良い結果を導くんです。残念な日を残念でなかった日に変換するんです。
こうすることで残念な結果を導き出した行動と対策が明確になりますから、頭の中にしっかりと残り、また同じ出来事が目の前に現れた時でも同じような間違いをしなくて済みます。シミュレーションが終わったらミスやトラブルについてはきれいさっぱり忘れてください。ミスの原因を突き止めて対策も立てたんです。これ以上自分を責めても落ち込んでいても何も生まれません。無駄なことはやめましょう。人は嫌な経験、ショックを受けたことの方が強く記憶に残るという性質があります。マイナスの感情を持っていると、せっかくシミュレーションして覚えた良い結果を導き出す行動の記憶が薄れてしまいかねません。また寝室やベッドにマイナスの気持ちは絶対に持ち込まないでください。ベッドに持ち込んでしまったら潜在意識がネガティブな状態のまま眠りに入ることになりますので、目覚めも悪くネガティブな状態で翌日がスタートすることになってしまいます。こんな状態では当然ミスが起き、さらに周りに迷惑をかけるばかりか、前日に引き続いて失敗ばかりしていたら、この人に任せるのは不安だなぁと信用されなくなってしまいます。良い結果を導き出す行動をしっかり頭に入れ込むためにも、ミスやトラブルというのはさっさと忘れてしまいましょう。一度はじっくり考える、そして考えたらもう忘れる、ぐずぐず頭の中で考え続けない。皆さんもこの習慣をぜひ実行して、うまくいかなかった日をリセットしてください。それでは最高の自分に生まれ変わる夜のワークの3つ目、怒りの感情を手放してしまうについて解説を移っていきましょう。さて、どんなに立派な人であっても私たちは人間ですから、時には怒りの感情を抱いてしまうこともあるでしょう。怒りという感情が湧いてしまうのは人間ですから仕方のないことではあります。大切なのはマイナス感情が生まれた時にどうするかでございます。中でもこの怒りの感情というのは厄介です。怒りの感情を引き起こすのはノルアドレナリンというホルモンでございます。これはやる気を引き起こす役割を持っているため、パワーがありますので上手に付き合っていく必要があります。著者がこれまで出会ってきた一流の人たちは感情をコントロールするのが素晴らしく上手です。どんなに理不尽な目にあっても全く怒らず、不機嫌な様子をすら出しません。あまりに見事なので、どうやって感情をコントロールしているのか知人の経営者に尋ねたことがあるそうです。すると彼は怒りの感情を手放すアファメーションをしていると教えてくれました。彼の教えを踏まえて著者は次のように怒りの感情を手放すようにしています。自分に起こることは全て神様のご意志によるものであり、自分が引き寄せたことである。まずそのことを理解し確認します。最初のうちは言葉にして自分に言い聞かせても良いでしょう。そして起きたこと、起きた感情をそのまま受け入れるんです。こういうことが起きているなとか、私はこういう感情を抱いているなと、ただ冷静に見て、なるほど、この状況を受け止めたと一旦頭や心で理解したら、そこで終わりにします。大切なのはただただ起きていることだけを見るということでございます。どんな結果も安らかに受け入れ、自分と違う意見であっても否定せず、今できうる最高の行動をとり天命を待つ、それが良い結果を引き寄せることになるんです。怒りの感情を抱いた夜に一回ワークを行って、怒りの感情を薄めておくことで、怒りの感情に振り回されず平穏な心で自分らしく次の日を始められ、物事がうまく運ぶようになります。自分では意識してないうちに怒りの感情が溜まってワインの底に沈んだカスのようになってしまっていることもあります。定期的にこのワークをして心の掃除をすると良いでしょう。それでは一言の内容をここいらでまとめておきますが、最高の自分に生まれ変わる夜のワークを3つ紹介しました。 1. ただいまと言ってから家に入ること。 2. うまくいかなかった日はリセットすること。 3. 怒りの感情を手放してしまうこと。それでは次2限で人との関係が劇的に良くなる夜のワークについて解説していきたいと思います。さて、1限では最高の自分に生まれ変わる夜のワークを3つ紹介しましたね。皆さんの気に入ったものはあったでしょうか。2限では人との関係が劇的に良くなる夜のワークを2つ紹介しますので、引き続き何か使える良いものはないかなと探しながら聞き進めてほしいと思います。それではまず紹介する2つのワークを列挙しておきましょう。 1. 仕事と関係ない人たちと会う。 2.
今日出会った人たちに感謝する。ではではそれぞれサクサクと解説していきましょう。まずは一つ目のワーク、仕事と関係ない人たちと会うについてですが、人間関係にはストレスがつきものですよね。特に仕事の人間関係で人疲れをしてしまうという人だって多いでしょう。ただだからといって人に会うと疲れるからやめるというのは本末転倒でございます。人は一人でできることには限界があり、人と関わることで新しいチャンスをつかんだり可能性を開花させたりすることができるものだからでございます。もし人疲れ、人間関係のストレスを感じているのであれば、仕事と関係ない純粋な友達たちと会って会話を楽しむと良いでしょう。そうすることで人と接することは面倒で疲れるというマイナスの気持ちを、人と会うことは楽しいという気持ちに切り替えることができます。例えば著者は定期的に仕事のつながりが全くないメンバーでゴルフに出かけているそうです。気心知れた友人たちですから、多少の暴言を吐いたりバカなことを言ったりしても許してくれますし、肩書きも役割もない素の自分でいられるので、ストレスを感じることもなく楽ちんだそうです。また仕事関係の人がいないので仕事のことを思い出す必要もなく、ただ楽しい時間として心からリラックスできている自分を感じます。仕事のつながりがない人と気持ちよく過ごすと、その翌日はストレスフリーの状態で始められます。気持ちよく過ごせる人と会うことによって人疲れのデトックスが行えるというわけなんです。人付き合いでのストレスは本人が感じる以上に心や脳を疲労させてしまっていることがあります。ですから早いうちに取り去ってしまうことが必要です。仕事を終えたら純粋な友人、仕事を離れた知人や友人と顔を合わせて言葉を交わしましょう。もちろん家族との会話が癒されるという人は家族との会話でも良いです。ある超有名な世界企業の CEO だった人は、夜の会食は断り、家族と会話をすることを優先させていたそうです。仕事を忘れさせてくれる人と会うだけで、ふっと抱えていた重りが取れ、鎧が外れていくような感覚に陥り、体が楽になるのがわかります。会うのが叶わないときは電話やオンラインで会話をしたり、メッセージのやり取りをするだけでも直接会うほどではないにせよ効果はあります。そして週に一度、少なくとも月に一度は仕事と関係ない人と一緒に過ごす予定を入れましょう。ストレスのかからない交流の場を定期的に持つことで、人と会うことの楽しさを忘れずにいられます。人と気持ちよく過ごすことの大切さを感じることで、他の人たちとも気持ちの良い関係を築けるように立ち振る舞えるようになり、コミュニケーション能力だって磨かれます。仕事以外の人と交流を持つことで仕事の人間関係を良好にしていきましょう。いやー、これはねとても良さそうな習慣ですよね。最近疲れているそこのあなたは、仕事以外の人と最近あまり交流を持っていないのではないでしょうか。心当たりのある人はぜひ気持ちよく過ごせる人たちに定期的に会うということをお勧めいたします。それでは人との関係が劇的に良くなるワークの2つ目として、今日出会った人たちに感謝をするということを解説していきたいと思います。さて著者曰く、成功者の多くがご先祖様や周りの人々への感謝を伝えることを習慣にしているそうです。会った人には直接ありがとうございますと声にして伝え、会えなかった人には心の中で感謝を伝えています。経営の神様こと松下幸之助氏は、周りに不平不満を持ち毒を撒き散らせば必ず業績は悪くなる、逆に自分を支えてくれる周りに感謝の心が高ければ正比例して成功すると著書の中で語っています。著者は毎朝ご先祖様と両親に感謝し、家族や自分の周りの人すべてに感謝の心を念じてお線香をあげているそうです。不思議とこの習慣を取り入れるようになってからビジネスがすごくうまくいくようになったそうです。仕事の幅が広がってからは多くの人に会ったり、さまざまな人とコラボレーションビジネスを行ったりといったことが増えているので、毎晩その日お会いした方に感謝するという習慣も始めたそうです。コンサルティングを受けてくれたクライアント、ビジネスミーティングをしてくれたビジネスパートナー、英語のレッスンをしてくれた先生、カフェで素敵な対応をしてくれたスタッフの方など、目を閉じてお会いした方々の顔を思い浮かべ、ありがとうございますと心の中で伝えるんです。もちろんお会いしたその場でも感謝の気持ちは伝えるんですが、改めて夜に感謝するというのがポイントでございます。
私たちも人に感謝しましょう。すべての成功や成果は人によってもたらされるものだからでございます。この感謝の習慣を取り入れてからというもの、その日嫌な気持ちで別れてしまった相手であっても、その気持ちがリセットされ敬う心が生まれてきたそうです。結果的に周りの人たちとの人間関係は格段に良くなって、最近では人に対して嫌な気持ちを抱くことすらなくなってきているそうです。今日という日を感謝の気持ちで終えることで心穏やかになりますし、温かな気持ちで眠ることができますから、翌朝気持ちよく目が覚めることができます。忙しく過ごしていると感謝の気持ちをつい忘れてしまうことがあります。言葉ではお世話になっておりますとか感謝しておりますと言いながら、心が連動していないということはありませんか？こうしたことのないように意識して感謝する時間を毎日のルーティーンに入れ込んでしまうと良いでしょう。この世の中、いつ何時何が起こるか分かりません。一日一日を大切に過ごすということも簡単ではありません。だからこそ感謝の気持ちを忘れずに過ごすことをお勧めいたします。もちろん相手には心の中で念じているだけでは感謝は伝わりませんから、恥ずかしがらずその都度ありがとうございますと伝えることも大切です。そして今日頑張ってくれた自分自身にも感謝を忘れないでください。それでは2限の内容をまとめておきます。人との関係が劇的に良くなる夜のワークを2つ紹介しました。1つ目は仕事と関係ない人たちと会うこと、2つ目は今日出会った人たちに感謝をするということでした。それではラスト3限で心を元気にする夜のワークについて解説していきたいと思います。3限で解説するのは次の2つでございます。1、明日はいい1日になると決めてしまう。2、今日も生きている幸せを感じながら眠りにつく。ではそれぞれ一つずつ解説していきたいと思います。まずは一つ目の心を元気にする夜のワーク、明日はいい一日になると決めてしまうから解説していきたいと思います。さて皆さん、人間の脳というのは騙されやすいものなんですよ。これから起こる未来のことでも絶対にうまくいくんだと先に決めてしまい、実際の成功を想像すれば想像上の成功体験であっても脳は本物の成功体験として認識します。つまり明日は良い一日になると最初に決めてしまえば、実際にいい一日になる可能性が大きく高まるということでございます。多くのスポーツ選手はイメージトレーニングを取り入れています。これは本番でうまくいくことを想像しながらトレーニングを積んで、ある意味脳を騙して実際に本番で結果を出す可能性を高めるというものなんですが、この効果は科学でも証明されております。米国のマクスウェル・マルツ博士の著書サイコ・サイバネティクスによれば、脳は実際の経験と頭の中で鮮明に描いた想像上の経験を区別するのは苦手だと言われています。想像上の経験でも実際の経験でも脳は同じような領域を使って情報処理を行うそうです。明日はいい一日になると先に決めることで、脳はうまくいく明日のための準備を始めます。また言葉にすることで不安がスーッと消えていきます。不安が消えると心も軽くなって元気になります。あなたの明日はこの一言で大きく変わるでしょう。それでは次、2つ目の心を元気にする夜のワーク、今日も生きている幸せを感じながら眠りにつくについて解説していきたいと思います。さてではこの動画の最後にね、著者が日々一番大切にされているワークを紹介したいと思うんです。皆さんが過ごしてきた今日という日は一体どんな日だったでしょうか？同じ今日という日を命がけで暮らしている人たちが世界にはいます。いつ命を奪われるかもわからない環境の中、必死に今日を生きている人もいます。私たちはたまたま平和な日本に生まれ、必要な教育を受けられ、食べ物にも困らない環境で過ごすことができていますが、これは当たり前にあるものではありません。私たちの先祖先人たちが血や汗を流して勝ち得た奇跡の環境でございます。しかしこの環境に慣れてしまうと、もしくは物心ついた時からこの環境だと、物に対しても人に対しても感謝の気持ちが薄れてしまいます。今このようなことを話している著者でさえも、若い頃は自分の力で生きている、自分が頑張りさえすればどんなことでも手に入ると錯覚していました。でも徐々に年齢を重ね、人生経験が増えてきたことで自分の考えは間違っていたんだということに気づいたんです。私たちは生きているのではない、生かされている
いるんです。先人たちが作ってくれた奇跡的な環境に守られて保護されながら生きることができていることに気づいてから、著者は寝る前に今日も生きていることに対して感謝することを始められたそうです。今日も生きることができて幸せでした、ありがとうございますと口に出して感謝するんです。それからというもの、一日一日の重要性に気づき、今日という日への感謝が湧き、今日という日のポテンシャルが大きく上がりました。今ではベッドに入ると今日も無事に生きて眠りにつけることにしみじみと幸せを感じられるそうです。今日があなたにとってどんな一日であったとしても、一日を終えて眠れることが奇跡でございます。その奇跡の時間に生かされていることに心から感謝し、穏やかに眠りについてください。あなたに素晴らしい明日の夜明けが訪れることでしょう。人は何歳からでも間違いを正すことができ、何歳からでも挑戦することができます。それでは三言の内容をまとめておきましょうか。心を元気にする夜のワークを2つ紹介しました。1つ目は、明日はいい1日になると決めてしまうということ。2つ目は、今日も生きている幸せを感じながら眠りにつくということでございました。それでは本日のハイライトです。1限で最高の自分に生まれ変わる夜のワークを3つ、2限で人との関係が劇的に良くなる夜のワークを2つ、3限で心を元気にする夜のワークを2つ解説させてもらいました。さて、いかがでしたでしょうか皆様。今日はさまざまな夜に行うべきワークについて解説してきました。ぜひ本日のワークを取り入れて夜の時間の過ごし方を変えていっていただけると嬉しいです。最後に著者は、すべての物事はバランスで成り立っているんだと言うんです。朝の過ごし方も大切なんですが、一日が終わる夜の過ごし方もとても重要です。素晴らしい明日を迎えるには、今日の夜の過ごし方が大きな鍵となるからでございます。夜の過ごし方が良いと、明日の朝はもっと良い朝になり、良い朝を迎えられると、良い一日となり、良い一日を過ごすことができると、その翌日はもっと良い一日になるんです。朝と夜の両方の時間を上手に活用し、生活に組み込むことができれば、人生は大きく変わっていきます。私たちの人生は一日の積み重ねで成り立っております。今日という日をどのように締めくくるかで次の一日が変わります。ぜひ素晴らしい人生を作っていくために、素敵な夜の時間を過ごして輝く朝を迎え、充実した一日を手に入れましょう。今回の動画が皆様の夜の時間の使い方を変えるきっかけとなれたら、私はとても嬉しく思います。最後にちょっと補足として、今回の動画では何度も感謝するということが出てきました。この感謝するということには幸福感が増すなどといった様々なメリットが科学的に証明されておりますので、ぜひ一度やってみてほしいと思うんです。本日は以上です。この動画がためになったという人は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録をどうぞポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルを頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから訪れてみてください。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしてます。本日はご清聴ありがとうございました。